はいどうも、翔平 TV です。はい、よろしくお願いします。はい、本日はですね、野球 YouTuber として、野球に関する動画を YouTube に上げています。まあ、主に試合動画だったり、ピッチング動画、こうなれば上手くなりますよっていう動画とか、あとは商品紹介など上げていますが、今見てる人も多分ね、YouTube やりたいなと思ってる人いると思うんですよ。最近ちょこちょこ Twitter の方で、YouTube を始めましたってこう、すごい上手い人が YouTube を始めたり、プロ野球選手や、メジャーリーガー、元プロの方も結構 YouTube の方を始めていまして、僕なんかペイペイなんですけども、結構ね、本当に技術の高い選手が、動画を出していて、もう僕なんかもう入る好きじゃない感じでしょ。最近ちょっとペイペイ中なんですけども、野球 YouTuber の YouTube 撮影、そして編集のやり方っていうのをね、ざっくりと、話していきたいと思います。これで皆さんも野球やってる方も、野球 YouTuber になれちゃいます。もう僕が今登録者5700人ちょっとっていうことで、皆さんも頑張ればね、普通にこう5000人、1万人、2万人といけると思いますんで、もし興味がある方は、野球 YouTube チャンネル、解説してみていかがでしょうか。そのための、編集や撮影の仕方を、ご紹介したいと思います。はい、まずですね、撮影といえばやっぱりこうカメラをね、使います。こちらの 4K カメラで、音もしっかりと通るように、まあ、モフモフのやつつけてます。そして、横にね、ライトもつけてます。これがあると、ないじゃやっぱだいぶ違うんですよね。こう、ライトがある。で、なし。今これ部屋ですけど、ライトありなしでいくよ。こうなります。だいぶ、違うと思います。どうですか？違うんですよ、だいぶ。だいぶ違うんですよ。今日何をするかっていうネタを考えます。はい。まあ、これは今、商品紹介の話ですけど、まず挨拶をする。で、本日は何々をしますとか、何々を紹介します。で、こちら、バーンになって、こちらは何々です。こちらはこうしたり、こうしたりするといいです。では、こちらを試していきましょう。それでは行きましょう、ゴーみたいな感じで、で、実際に実践を始めます。実践をしていろいろやります。はい、終わりました。はい、やってきました。今回はですね、こちらをやりました。で、感想を話します。で、感想を話してからの、この動画がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。もしくは、商品紹介をしたら、その商品の購入リンクとか、もしコラボをしたら、本日コラボしていただいた、何々さんのチャンネルは、概要欄からご覧くださいっていう感じで、見流します。それで、本日の動画は以上になりますと、最後締めをして、終わりっていう動画を、だいたい、まあ、一動画多分10分って考えたら、僕はだいたい20分ぐらい撮ります。撮りました。そしたら、この、撮ったデータをまずパソコンに移します。パソコンの場合と、まあ携帯で編集してる場合もあると思うんですけど、まあ、今日はパソコンバージョンでいきましょう。で、パソコンはまあこちら Mac を使ってるんですけど、まあ、Mac のその中に入ってる、Final Cut Pro 10っていうね、編集ソフトを僕は使ってます。で、大井くんもゴリスボくんも確か使ってますね。はい。で、こちらを使って、まあ、まずはデータ、この撮ったデータをパソコンに移します。で、移して、まあ、それも時間かかるんでちょっと待ちます。待って、できました。そしたら、ファイナルカットプロを開いて、データをヒュッて持っていくと、その20分間の動画がブワー出ます。で、まず始めるのが、カットからです。はい。で、カットから始めます。喋ってないところをまずカットしていきます。とか、あーとかそういうのを全部カットして、話した後すぐにこう、次の話をできるみたいな。そういうのやっていきます。それを、まあ、最初から最後まで、一通り全部バーって出ます。まあ、それがほんとマジ時間かかるんですよね。で、それを、まずは行いまして、それもね、まあ、必死に集中してやれば、多分30分ぐらいで終わるんですけども、マジで集中力ないと、ほんと1時間とか、2時間、普通にかかります。それを細かくやってって編集します。で、だいたい20分動画が、6分か7分ぐらいになるんですよ。意外とね、無駄なことすげえしてるんですよ。だいたい6分か7分、もしくは8分、9分とか、まあ、10分、まあ、約半分にはなります。で、半分まで、シュッとカットした後に、行うのが、テロップです。はい、テロップ。テロップもね、いろいろあるんですけど、まあ、普通に自己紹介、はい、どうも、翔平 TV でやってた時に、ここに出る、ここに出るさ、翔平 TV とか出るじゃないですか。あれをまず使います。それは、自己紹介で使うんで、それだけは使います。僕はね。その後は、カスタムっていうその、テロップを自由に表示させられるやつがあるんですけど、それを、ビーっと伸ばすんですよ。効率的なやり方があって、テロップをやる、その、帯があるんですけど、それをビーっと伸ばして、もう、とりあえずその、ひたすらカット割りしたんですよ。こっからここまで喋ってる内容を、ひたすら
もうここからここまで、あの文字入れずにね、カットだけ、ここからここまで表示する、ここからここまで表示するみたいな、今自分が喋ってることをここにあの書くときっていうんですか、その表示させるときに、まずは全部文字は入れずに、喋り出したとか喋り出した後までの期間だけ表示させるように、こうバーってバーってやって最後までやります。でもフルテロップやんない人もいると思うんで、フルテロップは本当に時間かかるんで、重要なところだけテロップ使うのもありだと思いますけども、ちゃんとこう話せればテロップは基本的にいらないかなと思います。で、僕は話が苦手なんで、まあ、重要なところとか、まあ、気分によってはこう最初だけフルテロップで、最後の方はもうあの喋りで、まあ、聞いてもらってっていう感じでやってるんですけども、でそれを一通りガーッと終わらせます。今話したところはまずカットをする、テロップでまずその帯みたいなのあるんですけど、テロップのやつをこう全部カットしていく。カットカットなんですよ。カット、文字カット、テロップ入力。でその後行うのが、効果音ですね。効果音をひたすら、1からその最後まで、6分か7分かの動画になってる、その最後まで入れます。はい、その後ですね、BGM を選んでいきます。で、BGM はいつも僕はなんか、ゆったりとしたやつを入れるんですけども、まあ、その状況によってですね、内容で、まあ、スポーツをしてる動画だったらちょっとこう早めのテンポのいい BGM だったり、ゆったりとした BGM 流したり、まあやっぱりBGM とテロップってやっぱすげえ大事で、その雰囲気が全然違うんですよ、曲によって。はい、だからこう喋った後に効果音とか出ると、こういいタイミングで出るといいかなと思います。でやっぱお笑いもやっぱテンポが大事だと思うんですよ。お笑いもツッコミとボケがいるんですけど、それもすげえ大事で、ツッコミとボケがちゃんと成り立たないと面白くないじゃないですか。それと同じで、喋ってる側がまあボケだとして、で、ツッコミが効果音っていうイメージでやってもらえるといいと思います。はい。結構それは、できると結構レベル高いですよ。で、まあ BGM を最後までガーってやりました。で、ずーっと同じ曲じゃあれなんで、ちょっとこう曲変えたりとか、エンディング近くなったらもうエンディングの曲だよっていう、なんかそれをこう自分なりに固定で、そろそろこれ、あ、もうエンディングだっていうような、ちょっとエンディング専用のね、BGM を探してきたりして、まあ基本的に BGM とか効果音に関しては、YouTube 無料 BGM とか効果音とか調べるとフリー音源出てきます。そのフリー音源を僕は使ってます。はい、それも結構いろんな YouTuber さんも、有名な YouTuber さんもみんな使ってますんで、そちらを使っていくといいと思います。で、ある程度その最後まで終わったら、最後は一通り動画を見て、まあ元々もう保存してある、エンディングの映像とか、翔平 TV 2020年モデルのそういうのを最後つけて終わりっていう感じ。それで保存します。はい。保存して、保存が終わってから、もしくは保存してるときとか、まあその並行して、まあ、サムネイルを、まあ別で撮るんですけども、まあサムネイルを見つけて、静止画にして、例えばこういうふうにこう、こういう感じで。っていう、サムネイルあったとして、保存中に、その動画をパソコンに保存している最中とか、待たなきゃいけない時間とかに、俺はサムネイルの、編集をしてます。はい。で、基本的にサムネイルはいろいろあるんですよ。今こういうふうに緑のさ、グリーンバックがあるんですけど、これ今多分 CG で多分変わってると思うんですけど、これ緑のグリーンバックなんですよ。で、これを使って、ま、いろいろ、なんですかね、この背景を変えたりとか、例えばグローブとかさ、グローブとかこう、持たずにこう、勝手にこう、パッて表示されてるやつがあると思うんですけど、それも全部 CG でやってて、そういうのも面白いかなっていう感じですかね。ま、ざっとこんな感じ。ま、それをま、一通り自分で、行っております。はい。で、まあ、いろんな、やっぱ、ね、撮影の時はいろんな、サポートの方とか、協力者に、協力をしてもらって、撮影するんですけども、編集に関しては本当にマジで一人で、ほぼほぼ一人でね、たまにこう、編集してくれるね、仲間がいるんで、やってもらったりしますけども、基本的に、撮影して、それを持って帰って全部一人で編集をします。はい。で、僕なんか普通に仕事、平日は毎日、サラリーマンで仕事をしながら、空いた時間に、編集したりとか、まあ、仕事の昼休みとか、仕事から帰ってきて、その時間に編集したりとか、今こういうふうに撮影したりとか、まあ、空いた時間を使って、こういうふうにやってます。はい。なんで学生の皆さんとか、同じサラリーマンの方も、多分やろうと思えばできます。その分自分の時間がないだけで、本当に僕なんか最近2時とかに寝て、まあ7時ぐらいに起きて、まあ5時間寝れれば十分かなっていう感じで、ちょっと、はい、そんな生活を平日は毎日行ってて、で、まあ、たまに、仕事終わりにモンタナスポーツさんによってちょっとこう息抜きをして、で帰って編集するっていう流れなんで、基本的に仕事から帰ってる最中にもうご飯食べちゃうんですよ。ご飯コンビニで買って食べながらモンタナ行って、モンタナでいろいろこう情報を交換したり撮影させてもらったりして、で家帰ってすぐお風呂入ってからの編集みたいな感じで、そういう
日々を送っております。はい、周りの YouTuber はみんなこうもう YouTube だけで生活をしてるんで、まあ比較的時間が、まあ、撮影とかそういうなんか時間はたくさんあると思うんですけど、僕なんかはもう平日は仕事で土日しかもないんで、その期間にどれだけ撮影できるかが勝負となってます。はい、ちょっと喋りすぎたと思うんですけど、もしね、もし参考になればいいなと思います。で、編集の仕方とかそういうのに関してはもう僕はあの本当にカットの仕方しか教わってなくて、あとはもう YouTube を見たりして、まあ、専門的にやってる人が多いと思うんで、それはまあ、 あの皆さん頑張ってくださいっていう、それかまあ直接あの連絡をくれれば、教える時間があればね、教えたいなと思います。はい、実際にあの編集の仕方を教えてあげた、方は編集する仕事もなんかするようになったっていう風に連絡をもらってます。はい、本当に動画編集すると本当に結婚式の動画とか会社とか、まあ仕事のなんか映像作りとかもできちゃうし、本当にあのできて損はないかなっていうふうに思います。はい、まあ、もしね、もし編集教えてほしいなと思った方はあの直接あの DM の方から言ってもらえれば、編集に関して教えることができると思いますので、ご連絡をお待ちしております。というわけで本日はですね、野球 YouTuber になるための編集や撮影の仕方をご紹介いたしました。少しでもね、参考になればいいなと思います。で、いろんなね、野球系 YouTuber 増えてきてます。はい、そこに皆さんもぜひともこう参加してもらって、僕と一緒にこう撮影しましょう。はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。もうたくさんのいろんなご意見、質問等をお待ちしておりますので、直接でよければ、DM の方でお待ちしております。それではありがとうございました。翔平 TV2020 年モデルの T シャツができました。橋で大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも一番にご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアンリオシャアツオ。本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Glorious light, 中途半端逃げ道を Playboy Playlight